会ください。噺の会じゅげむと、昭和会というですね、障害を持った、人たちのグループと一緒にコラボレーションということで今日は落語を楽しんでいただきたいと思いますのでしばらくの間よろしくお願いいたします。拍手が何もないと思います。よろしくお願いします。皆さん拍手をしていただきたいと思いますけれども、そういうわけで始まりさせていただくわけでございますけれどもね、約1時間弱でございますんでね、ご辛抱の方でよろしくお願いしたいと思いますけれども、順番にこう出てまいりますんで、まず皆さんに落語のお願いということがございます。3つほどございます。1つ目、面白かったら笑ってくださいね。2つ目、面白くなくても笑ってくださいね。いい感じでございます。3つ目、面白くなくて笑えなかったら笑ったふりをしてくださいね。笑いと健康というのは非常に大事なことでございましてですね、笑う角には福が来ると申します。どうぞ皆さん入ってください。ご席空いてございますんで、どうぞ。なんか言ってね、あ、出てっちゃう人もいますけど、どうぞどうぞ入ってください。どうぞ前空いてございますんで、どうぞ。もう時間始まりますんで、ちょうどよかったですね。お母さんのためにちゃんと前の椅子を開けて待っておりましたんで、そういうわけで、もうじきでございますんでね、始まります。味噌豆、それから、何で話したっけね、ネタはね、味噌豆と何言うと、まんじゅう怖い、それから、夕立ち屋の3編になっておりますんで、お楽しみにしていただきたいと思います。それでは、いよいよ、落語の開幕でございます。よろしくお願いします。どうぞ。
はい、行くか行くか。よろしく。そうですね。うん、何？うわーって盛り上がるっていう感じで。あの、横地へ行けて、あなたは行って、敵が止める。結局なんだ。だから今は、あなたを止める。台所に水の目をかけて、お前、絶対行って、いておくれ。出てきておくれ。こげてないか。お前にボボが来たわ。へぇ、わかりました。行ってみます。へぇ、もう、こういうとこどうすかって出る。いい匂いだ。蓋を開けて、ちょっと抜けて、あっちよ、あっち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 、ちょっと豆を止めるんだ。Oh, my God.